まして、ぬれねずみです。今日はですね、こちら、今日放送された、フジテレビの、小田裕二さん主演のですね、スーツっていうドラマをですね、なるべく手短に振り返るって感じなんですね、放送になりますので、よろしくお願いします。まあ、ほぼね、一発撮りになると思いますので、またまたするかもしれませんけど、よろしくお願いします。はい、すいません。見えないでね。でね、今ちょっと調べてたとこなんですけど、まず何から言えばいいのかな。基本、主演ですね。主演の方からいきます。これね、見ながら、あれって感じになりますけどですね。主演がですね、小田裕二さんですね。で、海っていう役ですね。で、あと、鈴木大輝さんの役を、中島、優斗さんですね。今までね、優勝さんと思ってたんですけどね。優斗さんって方ですね。その後ですね、崎村千佳さんですね。上司の役ですね。上司の役が鈴木保奈美さんと。はい。一応そんな感じでね、あと中村アンさんですね。秘書役で出てますね。一応そんな感じの、スタッフになってます。それでですね、一番あれしたことは、まずはね、番組の入りですね。今日はまあパッとこう、そういった世界にね、入ってきたんですけどね、最初自分が感じたのはですね、ちょっと音楽がちょっとあれして、あまりにもなんかこういう感じでしよう、こういう感じでしようっていう、その音楽がね、邪魔して、まあ、逆にちょっと、なんか入りづらいわっていう、なんかね、もちろん小田裕二さんとかもね、ああいう演技ですので、なんとなくこれ大丈夫かなっていうのは、まあ、それこそ10分あたりですかね、10分あたりだったんですけど、鈴木さんじゃない、中島さんですね、平成ジャンプの。中島さんが出てきたあたりからちょっと、なんか、あれみたいな、意外と自然になってきたなって感じで、その後はね、意外とね、小田裕二さんの演技とかもそんなに気にならずに、ちょっとね、いい感じで進んでいきました。で、自分はね、もういつも言ってるんですけど、その、やっぱ、賢そうな役とか、まあ、あと、ものすごい大金持ちの役とか、なんだろう、ちょっとファンタジー的な、そのなんだろうな、ちょっと突き抜けた感じの頭の良さっていうのはね、意外と出すの結構難しいんですよね。で、一応ね、話を聞いてみたら、鈴木大地さんも一応頭がいい役にはなってたんですけど、なんとなくふわんと入ってね、で、やっぱりまあ、賢い顔立ちなんですかね。で、別に普通に演技してても、あ、この人は賢いんだな、とか、あとね、あと学生の関係の、友達誰だっけ、友達が、お兄さんじゃなくて、そうですね。磯村優斗さんがやられてる、大親友の役ですね。大親友の役とかもね、の方とのちょっと絡みとか、まあ、学生さんだな、とかね。あ、学生さんじゃないのかな。もともとあれかもしれないけど、まあ、今若い子の、感じも出せててって感じでね、その辺からね、ちょっとスーッと入っていけてって感じになりました。で、ですね、その後はですね、自分が気づいたのは、まず脚本家の方ですね。脚本家の方がですね、脚本家の方かな。演出家の方ですね、ウィキから見るんだったら。演出家の方が、まあ、結構、王道っちゃ王道ですけどね、フジテレビだと、世にも奇妙な物語とかね、やられてたりとか、自分が知ってる中ですね、自分ね、そんなドラマオタではないんであれなんだけど、書文2ですね。はい、書文2。あと、お水の花道ですね。そういうのが得意なんですかね。まあ、やっぱね、得意、不得意ってありますからね。あ、でも、書文2の方へはね、任されてる方ですね。まあ、いろいろやってますね、でもね。そうですね、交渉に入りました。そうですね。でね、今ね、ちょうどね、それ調べてからね、ちょっとこれ始めたんですけど、土方さんっていう方が、いくつの方ですかね、57年ですよね。だんだんね、小田裕二さんとかもね、さっき調べたんですけど、もう50歳なんですよね。ということは、もう上下が大体どのぐらいの感じになってくるのかとか、まあ、例えばスーツっていう海外ドラマですね。自分見たことないんですけど、海外ドラマを日本に持ってこようとなった時に、どういう感じで、の経緯で、まあ、このドラマが作られたかとか、ね、それこそ、まあ、小田裕二さんとかなんかね、積極的な方って聞いてますんで、もうこういうドラマをやりたいんだっていうことで、ね、スタッフさんとかがなんとなくこう、プロデューサーの方とかこう話し合ってまとめられたとか、そういう話はね、意外とどっちかといえばそっちの方が気になるのは気になるんですけどね。で、土方さんが57年生まれですよね。で、小田裕二さんが、ああ、まあ、結構近いのは近いですね。だから54歳ですね。はい。そうですね。その辺はね、言ってもね、まあ、小田裕二さん若いですよね。50歳。若いっていうか、まあ、なんとも言えない若さって感じですね。50歳でね。これからどういう感じになっていくんだろうな。昔で言えばね、菅原文太さんとかの感じになるのかな。まあね、その辺はね、ちょっとね、楽しみっていうか、本当に見てる側としてどういう感じになっていくんだろうとかって。鈴木保奈美さんでいいか。あ、鈴木保奈美さん。あれですね。女の人だからね、あんまり年齢、言うのもあれなんですけど。まあでもね、一つのドラマでもね、多分ね、いろいろ調べていくと、ちょっとね、発見があるんでね、調べさせてもらいますけど。そんな感じですね。あとはね、自分がちょっと気になったというか、まあいい意味で気になったのは、
パッドのね、切り替えがね、意外と普通って、ま、ライブ配信ね、ちょっと消えちゃったんですけど、そっちでも行ったんですけど、切り替えが意外と自然なんですよね。変になんかこう見せてやろう、こう見せてやろうっていうのがなくて、本当に音でポンポンポンとこう、画像を置いていく感じ。で、そんなにね、嫌味がなくてっていうのは、それはね、なんかね、自分の中では好感でした。ただ、その、嫌味がない編集、まあ、いわゆるYouTube の動画とか使ったら、まあ、一応編集ってね、言うんですけど、それが何に入っ、いわゆる何の役割になるのかな、それか演出と編集は別ですかね。だからそれはね、ちょっとね、自分の中でちょっと調べどころってこともないですけど、誰が最後、こう、カットの、どこをいるとかいらないとかって決めてるのか、どういう感じになってるんですかね。それはね、ちょっとね、ドラマの謎っていうか、本当にね、知ってる人、大体こういう感じでやってるんだよとかね、聞けたらね、面白いので、その辺のね、コメントも大体こんな感じだよとかね、なんか言ってること間違ってるよとかありましたらね、教えてください。で、あとはね、やっぱりね、一番最初に、やっぱり、中島優斗さんですね。この人は、なんか、普通になんか、できるっていうか、人の感じがしますね、なんかね。で、なんかね、あとなんか友達となんかこう、なんか最後、ごたごたして、また会ってごたごたっていう、なんか喧嘩のシーンみたいなのあるんですけどね。まあ、直前とかちょっとね、あれしたりとか、その辺の時は、あれちょっとなんかキャラぶれないとか思ったんですけど、でもちょうどなんかうまい具合に回収して、まあ、強いて言えば若くて、まあ、エリートっていうか、まあ、賢い人ですね。賢い人のちょっとした弱さとか、まあ、そういうのもね、ちょっと見えたりして、その辺はね、全体的に本当に、はぁっとね、さすがだなという、さすがにね、人前に出てね、いろいろやってる方だなと、思いました。で、ミカユージさんとかも、良くも悪くも、ちょっと癖のあるね、あれでね、いつもちょっと話題になるんですけど、でもちょっと慣れてきたっていうのがあるんですかね。だからちょっとすかしたね、そのなんか、愛人っぽいなんかセリフを吐いたりとかするのも、やっぱり、ミカユージさんとかもやっぱ肩の力を抜けば抜くほどね、もともとね、本人がね、まあかっこいいっていうかね、スッとしてるんで、そのぐらいでやった方がなんかこっちは、まあ見てる側としては見やすいのかもしれないですね、入りがね。だからライブ放送中にも言ったんですけど、セリフはね、特に変というか、そんな癖のあるセリフじゃないんですよね。まあ最初の方は説明セリフもあったりとかするんですけど、もう本当に普通のセリフがポンポンってなってくるんですけど、どうしてもね、ちょっと、まあ、それこそ何ですかね、もともとのね、多分、ドラマを見てて、そっちのもう大ファンだとかなるとね、逆にやりづらいのかもしれないですね。だからそういうなんかリズムとか、まあそういうその場の雰囲気じゃないな、そのドラマとしてのなんとなく色合いですよね。で、それをやりたいとなると逆に難しいのかもしれないんで、もうこうそういう海外ドラマの場合、見ないでね、多分日本の役者さんとかやった方が、意外とやりやすいのかもしれないですね。どうしてもね、そっちにね、引っ張られちゃったりとかね、まあそっち見てるファンのことを思ってこうしてこうしてみたいなのも楽しんでもらおうと思ったら、逆に見てない人はね、ちょっとあれみたいな感じにちょっとなりそうな気もしますけど、まあ今日はね、でもね、全体的になんとなくね、ちょうど1時間半のスペシャルだったんですけど、ちょうど、うまいことね、いろんなとこ回収できて、まあ、ライブ配信の時もね、後半も言ったんですけど、まあ、次ね、どんな感じになるのかなって感じのね、ちょっと楽しみはね、にする感じで終われたのでよかったですと。まあ、このぐらいですかね。はい、演出、そうですね。ね、じゃあそしたらね、この、あれが終わったらですね、一応編集って、まあ、テレビ制作における編集っていう人が、まあ、もちろんいるのはいるんでしょうけど、それがどんな感じになってるのかとか、映画、まあ逆に映画で言ったら編集ってどのぐらいの重きを置かれてるものなのかとか、まあ編集も含めて、まあね、演出はでも全体的には多分ドラマの中ね、それこそお芝居の演出家さんみたいな感じでなるとは思うんで、まあその辺ですね、その辺のね、ちょっとね、言葉をね、調べてみようと思ってます。そしたらまあそのぐらいですかね。はい、ちょっとね、ダラダラした配信になりましたけど、まあ、生放送の時はですね、なるべくね、まあ、今日もちょっとやったんですけど、やっぱり二人引いてって形でね、まあ、自分対、と女の子なり、まあ、出演、まあ、ゲストさんなりって感じでちょっとやっていった方が、まあ、やっぱり見やすいかなと思いました。で、その辺もね、ちょっとね、ちょこちょこ改善していこうと思ってますので、もしね、このドラマ見たよとかね、面白かったよとかね、そういうのありましたらね、コメントいただけたら嬉しいです。じゃあ、それではですね、今回のあれは終わらせていただきます。また次回をね、楽しみにして、次回のドラマですね、次回のドラマを楽しみにしましょう。じゃあ、おやすみなさい。失礼します。